光メディアインターフェース研究室の向井川です我々の研究所の取り組みを紹介していきたいと思いますよろしくお願いします我々はコンピューターによる視覚情報の計測、解析、生成に関する研究をしていますもう少しこの角言うとカメラを用いて三次元形状や材質を推定するコンピュータビジョン実物そっくりの CG 作成やアニメ制作を支援するコンピュータグラフィックス 新しい撮影原理によってカメラを進化させるコンピュテンシャルフォトグラフィー目的に落ちた光学機器のものづくりをするセンシングシステム開発ですでは一つずつもう少し具体的に見ていきましょうまずコンピュータービジョンですコンピュータービジョンを平たく言うとカメラで撮影された視覚情報に基づいてコンピュータがンを理解します左の例は3次元形状を推定した結果です 右の方は材質を推定した結果です。これ人間が見ても全部白いものなので材質が何かわからないんですが、この場合はタイムオブフライトカメラというものを使って距離計測の誤差に基づいて存在物が布なのか陶器なのかプラスチックなのかというのを区別するそういう研究をしています。我々の研究室ではいわゆる普通の RGB カメラだけではなくて熱カメラやタイムオブフライトカメラなど特殊なカメラもよく使っています。 それでは我々の研究室でのコンピュータビジョンの研究事例を紹介したいと思います一つ目は霧の中でのタイムオフライトカメラによる距離計測です車の自動運転のためには前方の車両までの距離を推定する必要がありますタイムオフライトカメラを使うと例えばこの左のように道路標識までの距離が7.23メートルとわかるのですが右の方、わずかに霧が生じるだけで距離計測の結果が大きく誤ることが分かります これは対象物体から反射した光と霧で反射した光が混ざってしまって、このような大きな誤差が出てます。我々は物理モデルに従ってこの現象を解析することで、正しい距離計測を行うということを目指しています。左下はステンドグラスの分光計測の例です。我々はフランスの大学と共同研究をしていて、これはフランスのアミアンというところにある大聖堂のステンドグラスです。 通常のカメラで RGB の計測をするのではなくて各波長ごとの強度を調べる分光計測を行っていますただこれ時間がかかるのでその間に太陽が刻々と場所を変えてしまうので照明が変わってしまうという問題がありますこの研究ではその照明の変動を補正するというのに取り組みました右下は熱の非視線方向撮影の例ですどういうことかというとカメラが対象物体を直接撮影するのではなくて 壁などを撮影することで間接的に見えないところを見ようとする技術です。この場合、熱を見るんですが、左の方にハンダコテがぐるぐる回っています。これは右の方にある熱カメラでは直接は見えてないんですが、ハンダコテからの熱の影響が壁の方に痕跡を残すわけですね。それをカメラで撮影して、一体どれぐらいの温度のものがどういうふうな運動をしているのかというのを撮影するという技術です。 2つ目はコンピュータグラフィックスです実物と見分けのつかないような CG を作るために我々は計測に基づいて質感というものを定量化してそれを CG で忠実に再現するという研究を行っています。もう一つはアニメ制作というのはすごく手がかかる作業ですのでこれらの一部を自動化することでアニメ制作を支援するそのような研究を進めています。 これらは我々の研究室でのコンピュータグラフィックスの研究事例です。左上は少数な最適な計測から質感を再現する研究です。徹底的にですね、測ってしまえば質感を再現できるんですけど、それでは手間がかかる。そこでできるだけ少ない計測で質感を完全に再現する。そういうのは研究です。右上は球体ディスプレイでの映像表現です。もうもはや平面のディスプレイでは実物と見分けのつかないような CG が作れるようになってきましたではこういう球体ディスプレイ上では新たな映像表現方法ができるのではないかとそういう研究をしています下はですね、アニメの自動彩色や中割り作成の研究ですアニメの線画を描くと深層学習によって自動的に着色してくれるあるいは2つのフレームを描くとその間を自動的に作ってくれるそういうものができるようになってきました これは、えー、アニメ制作会社との共同研究の成果で非常にいいものができているんですがすいませんが、えー、著作権の関係でここではお見せできません。もし研究室に来られたら、えー、見ていただけたいと思います。三、えー、つ目はコンピューティンシャルフォトグラフィーです。ちょっと聞き慣れない用語だと思いますがコンピューティンシャルっていうとまあ計算、フォトグラフィーっていうと写真撮影ですね。 つまりカメラによる写真撮影の過程に計算を組み込むことでカメラをさらに進化させようというそういう研究です。カメラは日々進化しているんですけれどもカメラによる撮影現実自体を根底から変えることによってカメラの物理的な性能限界を超えたようなイメージングができる普通のカメラでは到底撮影できないようなものが映るカメラそういうものを作ろうというものです。ですので割と産業界でも必要とされている大きな分野になりつつあります。 これらは我々の研究室ののコンピフフォトグラフィーの研究事例です1つ目は静脈の鮮明化静脈ってなかなか撮影しにくいんですねどういうことかというと静脈は見えてることには見えてるんですがその上の皮膚の反射の方が強すぎてなかなか奥の静脈が見えないということになってますところが我々の研究室では物体の表面じゃなくて少し奥だけが撮影できるカメラそんなものは実在しないんですが計算上そういうカメラを作り出せるわけですね それで撮影することによって、このように静脈を鮮明化することに成功しました。左下は高周波照明による散乱光除去です。上の画像を見ていただくと、なんか濁った液体中に何かが沈んでいるということはわかるんですが、形がわからないと。ところがこのシステムでは、まっすぐ透過する光と曲がって散乱する光を別々に記録することができます。 そこでもし仮にまっすぐ透過する透過光しか撮影できないカメラがあったとすればもちろんそんなカメラはないので計算上作り出すわけなんですがそうすることによってこの下のようにくっきりした画像が撮影できるようになりました右下は写真撮影におけるボケの制御です、まあ、写真撮影するとよく失敗するのがピンボケとか手ブレですよね でそういうものは写真撮影するときにどこにピントを合わせなきゃっていうのを考えるんではなくてまずは光線データを取っておくとで写真撮影したあとでどこにピントを合わせるのをあとで考えるそうすることによって失敗がなくなるそういう新しい写真撮影方法の研究です。えー、最後はセンシングシステム開発です。 これまで見てきたような研究をしようとすると通常のカメラだけでは不十分です。というのは画像というのはのは RGB 次元配中で,、えーのので,ね、で生じる反射とか散乱とかそういう光の電波を計測するためにはやはり用途に合わせたセンシングシステムを開発する必要があります。ここではこのような時間同期プロジェクターカメラシステムや合わせ鏡を用いた分光カメラこんなものを作っています。 世の中に一つしかない光学機器のものづくり、そんなものが好きな人には向いている研究かと思います。これらは我々の研究室でのセンシングシステム開発の研究事例です。一つ目は時間・空間変調証明を用いた距離計測システムです。時間変調だけ、空間変調だけでも距離は計測できるのですが、それらを両方組み合わせるとさまざまなメリットが出てきます。 例えば、精度を上げようとすると、計測できる範囲が限られてしまう。じゃあ、計測できる範囲を広くすると、今度は精度が落ちてしまうといったトレードオフが発生するのですが、これはこの時間空間変調を組み合わせることで、そのトレードオフを解消した研究です。一方、下は単一光子検出器による光電波の可視化です。光というものは非常に速くてですね、地球を1秒間に7周半回るぐらい速いんですが、ミリ秒、マイクロ秒、ナノ秒、 ピコ秒ととどどんどん短くすすするさがに光も止ままって見えます例えば1ピコセカンドままで行くと光はミリしか進みませんこのシステムでは13ピコ秒のイメージングに成功してこう13ピコ秒の間に光は4ミリしか進まないので手前からどん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 光が奥に到達していっている一番最初に玉が光って次にドラゴンが光ってで後ろの背景が光っていくというのを見ることができます。 通常のカメラではこれは一瞬で起こることなのでこういうことは撮影できないんですがこういうセンシングシステムを新たに用いることでこういう可視化ができるようになりましたこれが我々の研究室の環境です学生教室の方はできるだけ明るく清潔で居心地のいい研究にしようと頑張っています一方実験室はですね光を使うものですから外からの光を苦手とするので基本的に暗室になっています 暗い実験室です。まあ対照的ですね。以上、研究を駆け足で紹介してきましたが、ぜひホームページもご覧ください。ホームページの方には、詳しい研究内容が論文の PDF として載っていますし、イベントというところでは、研究室の雰囲気も紹介しています。どうもありがとうございました。